ちは。トマトの脇芽かきめんどくさい岩崎です。はい。いっぱい入ってくるよね、本当に。ねえ、もうめんどくせえや。どうどう。大きかったね、うん、でも、うん。これミニトマトやね。はい。膠着誘引もして。そう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 。でみ、ほら、もう全然やってないから、めっちゃでっかい脇芽が。ほら。おお、下のとこ。ね。よいしょ。そうそう。ね、ほら。ねえ。まあ、トマトをやるとさ、うん、この手入れがね、そうね、めんどくさいよね。なんとかならんもんかね。実はですね、ほい、この脇芽を取りを、はい、全くしなくてもいい夢のような、夢のような横着栽培もってこいの、はい、トマトがあるんですね。何それ。はい、それがね、こっちです。こっち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 。お、トマトの苗、大きいの。じゃーん。はい。お。はい、ですね。はい。その夢の横着栽培のトマト。はい。苗、はい、がこちらです。これは何でしょう。シシリアンルージュ。シシリアンルージュ。うん、あれですわ。はい。ソバージュ栽培ってやつ。ソバージュ栽培。うん、で、一応ね。はい。その隣。ん？あ、これ？これ。うん。これね。この後ろのフルティカをソバージュ栽培してみました、うん、あ、ソバージュ栽培用じゃないのに。そう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 。ほいほい。で、試しにどうなるか、うん、ソバージュ栽培用じゃない品種のトマトをソバージュ栽培してみたらどうなるかっていうのをこっちでやってます、はい、で、こっから先はソバージュ栽培用の、うん、普通のトマトをやります、はいはい、で、本当は株間は1メーター50センチぐらいを、あ、大きくなるからね、あー、そうか、開けないといけないんですけど、はい、今回うちは1メーターぐらいでやってみようと思います。はい。なぜ1メーターぐらいかっていうと、なぜだ、場所がそんなにないから。まあ大きなると言ってもね、うん、で、あれ、スコップどこやった。スコップさっき持ってたじゃん。まあもういいや。はい、うん、うわー、サラサラで、うん、水をたっぷり入れます。水をたっぷり、はい、はじくはじく、大丈夫よ。隣の場所も、はい、開けときます。しょ、すごいね。やっぱ数いっぱい取れるんやね。そうね、ソバージュ栽培やから。アホみたいに取れるね。アホまあアホかっていうぐらい取れます。まあ決め取らないだもんね、何で。そうそうそう。まあでもね、あの、うん、1番カーの下の第1段のとこの、うん、その下まではちょっと取るんですけど、そっから先はもう伸ばし放題、うん、でっかくして大きなって、うん、で、あのアホみたいに取ると。あ、薬入れるの忘れた。薬がいるの。うん、アルバリン流剤を。アルバリン、うん、あの、あれ、あれよけに、あれよけ、あれよけ、あれ、あれ、あれ、ある油虫よけだと思います。はい、一応確認しとこうか。うん、そうだね。嘘言うとあかんからね。せいで。薬はね、ちゃんとしとかない。どう？正解？コナジラミ、ハモグリバエ、アブラムシだね。はい。うん。オッケー。はい。一応ここへ。とりあえず。薬入れた？あ、これね。2箇所植えます、うん、はい。で、まあ、あとはここから先は上持って話をしようかな。はい、そうですね。後ろも大きなった、大きなった。うん、後ろはね、普通の中玉ミディトマトね、うん、で、こういう脇芽が出てくるから取らなきゃいけない。あ、でっかい脇芽、大変ね。はい、よし、それをしなくていいのね。そう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 。で、うん、他にね、ロストナポリタンとか、はい、トスカーナバイオレットとか、うん、あとうちは今年はあのシュガリーテールっていうやつもこのソバージュ栽培やってみようかなと思います、うん、ホームセンターであんまり苗で売ってないね。だよね。
あのトスカーナバイオレットだけ売ってんの見たけど、うん、ああそうか、それ以外はあんまり売ってないね。種も見ないよね。種を売ってないね、うん、あんまりね、うん、うちはねネットで種を取り寄せて、うん、で、あの自分で種まいてやってます。で、まあね、種まきもね、あのうちはセルトレイに種まいて、うん、それから鉢上げしてここへポットへ移すっていう形でやってるけど、ね、うん、まあ10個とかね、うん、5個とかを巻くだけやったら、うん、もうここへ直接巻いて、うん、で、あのそのうち芽が出てくるから、うん、あとはもう、まあ、水をちょこちょこやる程度で、うん、普通に苗は作れるんで、うん、苗作りはそんなに難しくないんでね、トマトは、はいはい、別にあの接ぎ木の苗を作るとかじゃないんでね。そうだね、うん、で、まあ今日がね、6月の1日、2日か、うん、でこれ種まいたんが、うん、結構遅かったよね。5月4月中旬ぐらいか。そうだね、うん、で今を植え付けて、うん、一応ね目標は、はい、9月頭ぐらいから取れればいいかなと思ってるんですけど、秋頃、うん、そうそう、秋9、10、11ぐらいね、はいはいはい、ただちょっと早いんよね。6、7、うん、ひょっとしたら8月中に取れるかもしれない。お、うん、暑い時に。そうだ、あんまりね、暑い時期になると、うん、ちょっと暑いの嫌いだよね、この人、うん、暑さで枯れちゃう可能性があるんよね、うん、ハウスだし、うん、まあハウスだからね、上あの日よけして、うん、涼しくすればいいんですけど、うん、で、あとはあのこれね、露地栽培もできるやり方なんですけど、うん、はい、露地栽培でやるとやっぱり雨降った後ね、弾けるんで、弾ける、うん、実がもうバチンバチン弾けるから、うん、だから露地栽培するときは雨降り前はもう実は頑張って取っちゃう方がいいですね。全部取っちゃう方がいいね、うん、軽く色づいてるだけでもね、うん、まあほんと取りきれないぐらい次から次と実ができるタイプの、はいはい、うん、トマトです。これは量をいっぱい取りたいと、うん、とかね、うん、でこのね、ネット張ってね、ネットに絡ませるというやり方で、はいはいはい、こっちみたいに支柱立ててそれに合わせるっていうんじゃなくて、うん、ネットに絡ませるやり方ですわ。ただでもキュウリみたいにツルが出ないよね、うん、出ないね。だからパチンパチンってあの誘引をせないといけない、誘引せなあかん、うん、しょ、それが結構大変ではあるよね、誘引が。まあめんどくさいっちゃめんどくさいけど、でもあのいちいちあの脇芽を取るような、うん、ああいうことをしなくてもいいから、うん、あのそうだね、パパはこっちの方が楽です。楽よいしょ、上を取ってあげるだけだもんね、脇芽を。そうそうそう、よいしょ、すごいな、大きい。おいしいの味はね、シシリアンドージュはイタリアントマトなんで、うん、調理用で食べ、加熱、うん、加熱調理すると結構うまいかな。ただまあ、 あの普通のミニトマトとしても食べれますよ、うんうん、味がうまいのはね、ロストナポリタンってやつの方が美味しいよ、はい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 、うん、よいしょ、よいしょ。どっちにしてもね、トマトっていうのはやっぱり日本の気候にはあんまり合ってないんで、合わないんだよね、うん、作りにくいっちゃ作りにくい、ね、そう、難しいよね、うん、難しいけど、まあ作りたいからね。そうだね、やっぱ売れるからね、うん、トマトは、うん、売れるしね。でもまあみんなが作ってるから競合は多いけどね。あ、それはあるな。まあね、病気は出るの？ん？病気は出るん？病気はね、まあだからこの時期はあの青枯れ病が真夏に出る可能性があるよ。うん、まあ、ここはね、そんなにあのハウスの中やから水がね来てもそんな大雨の時に入ってくるぐらいやから、そんなにはないと思うんですけど、路地の場合はね、そうだね、青枯れ病は真夏あるかもしれないね。うん、あとはそれ以外はね、結構強いのよね、このあのもともとあのアホみたいに木の勢いが強いから、このソバージュ栽培というほったらかしの放任栽培ができる品種なんで、うん、まあ、それ以外ね、は大丈夫とは思うんですけど、うん、で、なんで秋頃に目指して作るかっていうと、まあ、その時期に
ミニトマト減るからね。真夏とかはあんまり出てないんで。そうだね、まあ、農家的発想として秋頃売ったら、うん、他に直売所で出せる人が少ないから。そうだね。ね、よく売れるよ。いい感じにね、うん、ことかな。やっぱりライバルがいないときはいいよね。そうだね。よいしょ。よいしょ。いいね。まあね、間隔がね、結構広く取らなあかんから。広いよね、場所がいるよね。うん、場所がいるけどね、すぐ植え付け終わるけどね。こっち、うん、そうか、トバージュのでかい大きいトマトはないんだね。ミニトマトばっかりだね。ミニトマトばっかりよ、うん、まあそりゃそうだよね。うん、大きいトマトはやっぱり難しい、難しいよね。ちゃんと作らなあかんってことよね、うん、まあでもね、ミニトマトでも作れりゃそれはそれで。そうだね、いいじゃないか。誰わからん。よっしゃ、まあそういうことでですね、はい、ミニトマトのソバージュ栽培ですけど、おすすめだよね。でも本当に、はい、うん、なんていうかな、苗作りはしなきゃいけない、種まきからしなきゃいけない。でも実際育てるのはそんなに難しくない。そういうトマトの栽培方法。そうだね、うん、種はネットで買えますんで、はい、もしやるんならやってみるならぜひぜひやってみてください。おすすめです。これは人には教えないやり方ではなくて、人には教えるやり方です。はい、空心菜は教えたくない野菜です。何それ。本当は教えたくない空心菜の横着栽培みたいなね、はい、この間あげたやつです。はい、はい、よければ、はい、そっちも見てくださいね。はい、そういうことで皆さん、本日はトマトの横着栽培でした。さようなら。